1940年10月1日の日食は、1940年10月1日に観測された日食である。コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、南アフリカで回帰日食が観測され、南アメリカのほとんど、アフリカ南部及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。回帰体が通過した回帰日食が見えた地域は、コロンビア南部、ブラジル北部、 ベネズエラ南部、南アフリカ南部だった。また、海気日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、アメリカのフロリダ半島、バミューダ諸島、中央アメリカとカリブ海地域、南アメリカのほとんど、西アフリカの南部沿岸と、赤道以南のアフリカ、南極大陸のアフリカに近い沿岸部だった。イギリスの王立協会と王立天文学会の、 共同常任日食委員会のメンバーは干渉系と分光器を持ってブラジルで観測した。クリニッチ天文台と希望本天問題の観測体は南アフリカのカルビニアで一般相対性理論から導かれる重力レンズ効果について研究した。回帰体の境界線で太陽細層のスペクトル線を研究した科学者もいる。ケンブリッジ大学太陽物理天文台と 南アフリカのプレトリアにあるラドクリフ天文台の合同観測隊は南アフリカのネルスプールトで最早とコロナの極端紫外スペクトルを研究しコロナと太陽周辺の空について変更の研究をした。ありがとうございます。